あのご飯を初めの方はたくさんこう食べようと思ってお米をよく食べてたんですけど、そんな中でまあチーズリゾットとかを作ったりとかしてて、そのリゾットはもうすごく簡単なので、こうしかも美味しいし、ちょっとおしゃれに出来上がったりとか、あとはまあちょっと人参とかをハートの形とかお星様とかにしても可愛らしくしたりとかしてたので、こう見た目も本当に可愛く、そして味も美味しくっていう部分ではリゾットで、普段から食べてる食材を食べたいなと思ってて、でちくわが大好きなんですよって言って、でもちくわ結構高いからねっていうなんか話になって、じゃあちくわって作れるかなっていうのであれを料理したんですけど、だからまあちょっとあれは普通の、お店とかスーパーとかで売ってるちくわよりすごいサカサカにしてたんですけど、すごいもっちもちなんですよ、ここのちくわとかめっちゃ使ってるので、だから多分サイズ的にはスーパーで売ってるちくわよりも好きだったので、時間がすごくかかるから、まあ、そんなしょっちゅう作れないんですけど、またなんか時間がある時に作ろうかなって思います。でもね、何作るかというと、まずは魚の頭とかに見え、まあ、でもそれは節約生活だったから頭とかから補給を取ったんですけど、まあ、ちょっと頭とかが気持ち悪い方はこう普通の魚の身を
聞かせてください。もうこれはいっぱいありましたね。まあ、まずは、まあ、最近バラエティにたくさん出ていらっしゃいますあのベリーズ工房の菅永桃子ちゃん。桃子ちゃんはあの、私結構こうあなんて言うんだろう、覚悟するじゃないですか。絶対モンチが、まあ、道下さんなんて可愛くないです、モンチが一番ですよとか言われるのかなって思ってめっちゃ覚悟していったら意外と来ないんですよ。あこいつ使い分けてるなっていうのがすごいあって、なんかそういうのとか、あなんか頭がいいタイプなんだっていうのをすごい感じて、なんか私は結構そういうとかなんか使い分けなきゃ、あの文字で見ちゃいけないんですけど、なんか使い分けとか言っちゃいけないかなと思ってすごいガツガツ言って結構後悔して、やっぱこれはなんか何て言うんだろう、こう先輩がいる時とかでもこういうふうに使い過ぎちゃって、なんか後から後悔する時とかもあったりとかするんですけど、you
たみたいな感じで意外と傷つきやすいっていう。だから、あ、人によってやっぱタイプが全然違うんだなって、ただ私も違うんだなって、ビクトリーはビクターに対してのこうなんか、うん、なんか話しかけてもいいけど、カナナにはカナナのなんか話しかけ方をしなきゃいけないんだなっていうので、すごい結構やっぱいろいろ人それぞれで傷つくとか傷つくだろうから、ちゃんと気をつけていかなきゃいけないなって、ハロープリンスモブキマスの活動を通して思いましたね。というわけで、サイの小部屋は以上です。天使サイミとコロスマサイミ、さあ、ということでピンクブリブリ天使のサイミとドス黒いパークのサイミの2つの魅力を楽しんでもらうこのコーナー。